経済政策提案、貿易赤字対策。貿易赤字は、一国が輸入する商品の価値が輸出する価値を上回るときに発生し、経済成長の鈍化、雇用の減少、通貨価値の下落といった悪影響をもたらす可能性があります。この問題を解決するために、政府は様々な政策を実施することができます。まず第一に、輸出促進政策を通じて、 国内の製造業やサービス業の競争力を強化し、輸出を奨励します補助金の提供、制度の改善、貿易障壁の緩和などがこれに該当します。次に、輸入代替政策を通じて、国内製品の競争力を高め、輸入品を代替するよう促します。第3に、貿易交渉及び海外市場の開拓を通じて、 輸輸出出機機会を拡大しますす自由貿易協定ののの締結や輸出支援機関のサポートがその一例です第四に、輸入制限措置を講じ、国内産業を保護し、生産を促進することが可能です。第五に、外国為替市場の安定化政策を通じて、外貨の需給を調整し、為替レートを安定させることで、貿易赤字問題に対処します。第二、輸出の多角化を通じて、 輸出相手国を多様化し、特定の国への依存度を下げることが重要です。その他にも、技術輸出や技術移転の支援、貿易障壁の緩和交渉、輸出入手続きの簡素化、輸出のプロモーションとマーケティング支援など、さまざまな政策を通じて貿易赤字を削減し、経済成長を促進することができます。総じて、貿易赤字を解消するためには、政府、経済専門家、 貿易団体の緊密な協力が必要であり、柔軟かつ迅速な対応が求められます。ありがとうございます。